フラッシュ撮影をされますとガラス面に反射し大変見えにくくなります。運転中のフラッシュ撮影はご遠慮ください。
223系森の京都 QR トレインが出発します。とても綺麗なデザインの森の京都 QR トレイン、もしかすると当館の最寄り駅梅小路京都西駅で見ることができるかもしれませんよ。真ん中の駅からトワイライトエクスプレス水風が出発しました。水風とはみずみずしい風のことで、いいことが起こる前に吹く風という意味も併せ持っています。同じ駅から右に向かって東京と島根、香川を結ぶ寝台特急サンライズエクスプレスが走っていきます。ジオラマ右手、海沿いにある駅から2両の電気機関車が出発します。当館の隣には京都貨物駅があります。本物の